はい、ですね、カセットテープのですね、ジフを作っていきます。まずこうね、イラストレーターで輪っかを作って、これをちょっと拡大縮小でね、いくつか輪っかを作っていきますね。カセットテープの、テープの片方の部分ね、はい、そして色をつけていきましょう。これ外側のテープの部分はこう黒でね、そしてケースの部分かな、これかな。はい、こんな感じかな。ちょっと拡大して、ちょっとね、回転するのにね、ちょっと分かるように、この穴ぼこをね、作っていきますね。1個作って、これをですね、コピーしていきます。何度で回転しようか、30度。30度コピー。コピー繰り返していきますね。はい。そしてこれをちょっとグループ化してね、後で回転させられるようにグループ化しておきます。はい、そして内側の方を、内側の方がね、6つあるんでね、内側のこの爪みたいなやつを6つ、6つ回転するんで、これは、60度かな。60度でコピー、コピー繰り返しね。ちょっと真ん中、ずれちゃいましたね。これグループ化して、整列で、中心にしますね。はい、でこれを一つ作ったので、これをですね、コピーして、もう一個、作りますね。はい、はい、はい。そしてテープは片方の方はちょっとね、テープの量が少ないのでちょっと少なめにして、ここもちょっと増やそうかな。はい、でちょっと距離をね、離します。はい、はい、じゃあテープの、ケースを作っていきますね。ケース、まあ、適当に真ん中、どこが真ん中よくわかんないな、この辺かな。はい、そして、ケースの外側ですね、作っていきますね。色はすごいポップな感じで、適当に塗っていきますね。はい、そして、次にラベルですね。ラベルのところをね、作っていきますね。これも、ちょっと黄色い感じに、しましょうかね。はい、そしてタイトルをね、タイトルは豊、ラジオというね、感じで、豊ラジオね、ちょっとなんだっけ、レタリングだっけ、昔のね、レタリングっぽい感じの書体でね、作っていきます。はい、もうちょっと、もう時間を空けましょうかね。はい。はい、できましたね。はい、これで、1個作ったので、これをね、3つの画像をね、で、ジフアニメを作っていくので、これをね、3つコピーしますね。はい、では、1個コピーして、そしてテープをね、回転させますね。ね、6つが、1回転するので、60度をね、で20度ずつ回転させていきますね。はい、20度ずつ。そして、こちらの方も、20度。20度だけ、回転しますね。はい。はい、そしてもう1個、コピーします。はい、まあ、20度が3回でね、60度でちょっと1回転するっていうね、感じで、3枚だけでずっと回転する数を作っていきますね。これも、20度でコピーしますね。はい、じゃあこれをフォトショップの方に移していきましょう。じゃあまず1個目のやつからフォトショップですね。はい、そして2つ目の20度だけ回転したやつですね。これもフォトショップに移します。はい、はい、そして最後これは40度回転したやつね。これもフォトショップに移します。はい、じゃあね、タイムラインでね、フレームアニメーションを作っていくのでね、まず最初の1コマ目ね、で、そして2コマ目ですね。3コマ目。はい、もうこれで完成かな。はい、ちょっと秒数を 0.1 秒にして、はい、じゃあスタート。お、できました。お、いいっすね。はい、じゃあ、保存しましょうね。はい、じゃあこれをね、ウェブで、書き出してですね、カセット。と名前つけて自負で保存しました。はい、完成しましたね。いや、回転してますよ。ちょっと内側と外側がなんか逆回転みたいになってますけどね、面白いんじゃないでしょうか。はい。